今あ、ナイスです。しかもチェスト2つですよ。また前回みたいにすぐ見つかりますかね。これこっちから見ましょう。はい、せーの、はい。あー、うわー、まあ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 、もう一個ありますので、はい、こっち絶対ダイヤですよ。いきます。はい、せーの、はい、うん、うわ、パンだけ持っていきますか。そうですね。そう、それじゃあ、まあでも奥深そうですよね。ありそう。ではこっち側行ってみます。あ、そっちどうですか。こっち結構続いてますよ。あ、じゃあまずそっちから行ってみましょう。ただ横に進んでるんで下に行ってほしい。お、下に、おおおお、来ましたよ。こう、あ、なんかちょっと怪しい。怪しい。なあ、怪しかった。ちょっとこの辺回収します。はい、で、こっちですね。こっちは多分深いと思うんですよ。あ、下に、うん、いますね。行きましょう。ちょっとクリーパーには気をつけてって感じですよね。さすがに一回食らうと。ですね。おお、アスケさんいる。ガロ、ナイス。わわわわ。いいです。よいしょ。ナイスです。わ、この感じ懐かしい。お、はい、こっち。おー、いい、これは続いてますよ。あ、来ました来ました。あ、これは当てましたね。どっちから、はい、そっちから行きましょう。こっち行きましょう。あー、あー、終わりましたね。じゃあこっ、んでもちょっと上に上行ってますけど、ね、とりあえずどうだどうだどうだ。あなるほどなるほど。これで2つ穴が埋まりましたね。なっちゃいましたよ。さあ、ちょっと狭いですけど下に。あ、いいですねいいですね。はずれですね。外れですね。くっそー、だいぶアリの巣状というかですね。ここですね。当たっててほしいですね。あー、あ、右でこっちが、あ、わ、なんか1マス、うん、ないですね。くっそー。ここから行きましょう。はい、じゃあとりあえず今は、はい、掘れるみたいなんで、こっち側を自分は。そうですね。で、ここ25なのでもう少し下に掘るのがいいと思いますね。はい、自分じゃあこっち側をどんどん下に掘ってみます。わかりました。とりあえず洞窟を当てたらラッキーで、ダイヤがこのまま見つかれば超ラッキーって感じですよね。そうですね、一つでいいんですか。一つで、そう、あー、でも念のためなんか束欲しいですよね。じゃあもう宝箱っていうよりは当てた方が。そうですね。あ、でもマグマの音がしますね。気をつけないとちょっと流れ込んでいきますよ。ちょっと怖いこと言わないでくださいね。んー、かなり近いんですけどね。え、はい、あ、え、あ、そっちありました。ありました、マグマ。あ、いや、でもないです。ちっちゃいですか。そうですね、何もない空間のやつっぽいですけど、まあこの辺掘ってみたらもしかしたらあるかもしれないですね。そうですね、ちょっとこの辺掘ってみますか。こっちも今しましたよ。あ、近いですよ。じゃあ近いところに空洞があるはずです。こっちから、あ、当たりましたよ。あ、本当ですか。そっちちょっと行きますね。ちょっと押されて落ちないようにだけですね。足場だけ作ります。ありがとうございます。あ、危ない危ない危ない。ありそうですよ。これは来たんじゃないですか、この雰囲気。おお、これはあるはず。あ、エメラルドが超大量に。ほんとだ。っていうことはですよ。あ、ちょっと気をつけてください。そこ爆発したら下が、あ、これはこっちに、あ、危ない危ない危ない、危ない危ない、1マス、危な、
うわってなりました、ほんと。やーば。あ、こっちはないですね。あ、よいしょ。うーわ、また。はい。スポナーが。わ、マジですか。またスケルトンですね。あ、この下、多いですね。ちょっと行きます。やばい。あ、打ち合いが。よしよし、今のうちに。トウ。お、ん？どこですか？え、わ、宝箱が。すごい、このスポナー。いやー、ナイスです。ナイスです。宝箱の中にあったらこれいいですよね。あってほしいですね。いきましょう、せーの、はい、よいしょ。わー、あ、でもネームタグ、ちょっとこの名札持ち帰ってみます。はい。うわー、奥に溶岩がありますかね。これこれであったらいいんですけどね。 ありそうな雰囲気なんですけど。よいしょ。上も一応見といた方がですね。あ、じゃあちょっともらった分で逆の方も。あ、了解です。お、下に続いてる。ありました。あ、塊ありました。あ、めっちゃある、めっちゃある、めっちゃある。え、行きます行きます。え、すごい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 。これちょっと発掘しなきゃいけないやつです。え、どこで、下ですか。この水のまま下に来てもらったら。あー、来ました。どこですか。塊が2つ重なってます。すごい。これちょっと掘り出しましょう。ということで、うわ。何個ですか。4つと5つ。5つかな。1、2、1、2。はい、そうですね、9つ。9つ、やばいです。これ、回収しましょう。はい。いや、久しぶりのダイヤ。うわ、やべえ。いや、やっぱりいい色してますね、これ。ですね、これ。うわあ。あ、いや、こっち。はい。6つですね。うわ、すごい。やば、よし、帰りましょう。無駄に。はい、あれ、こっちかな。あ、こっちだ。あ、危ない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 。ありました。あ、いいですね、行きましょう。あ、ほんとだ。ここでこっちでもなく上かな。こう、あったー。ありました。ありました、こっちです。あー、ほんとだ、明るい。うわー、帰ってきましたよ。なんとか脱出。戻りますか、自宅に。はい。さあ、ということでメガロさん、はい、村に戻ってきました。いやー、来ましたね。いや、違いますよ。はい、村ですよ。発音ちょっと難しいですよね。ちゃんと意識していきましょう、ここは。村。はい、了解です。ということで、最後鉱石を作って、とりあえずもうこの実況は終了ということにさせていただきたいと思います。はい。で、その作成方法なんですが、ちょうど3つあるので、これ、ジロコンでしたっけ。そうですね、ジルコン。はい、過去に取ったやつがあるんですが、それをかまどで焼いたやつがこれになります。あの黒いですね。はい、で、これとダイヤ、この黒いのを囲めばいいのかな。十字型に、まあ、メガロさんもやっていただいたら、はい、囲むとできました。ジロ、ジルコニウム、ジルコニウムというのができます。綺麗、はい、めっちゃ綺麗ですね、これ。すごい。作っちゃいましょう。はい、できました。 OK ですね。これでとりあえず埋まったかな。ここは埋まりました。おー、とりあえず
まあなんでしょうね、これちょっとリベンジですよね、また来年、それか2年後3年後。そうですね、季節的にも結構もう冬になっちゃったっていうのも長い夏休みでしたね。そうですね。でまあもうこの村も残したままで、はい、この状態でまた次リベンジしましょう。はい、この村を、そう村を残したままさあということでメガルさん、はい、長い夏休みありがとうございました。いえいえ、こちらも楽しませていただきました。まあ黄昏とは違ってやっぱりもともと短いパートでのんびりできればなっていうのをそのなんですかね、最初に考えて企画した。まあそうですね、そういう気持ちでやったっていうのはあるんですけど、はい、まあバージョンがまだ未完成ってことで。そうですね、いろいろとちょっと不具合というかわからない部分があるので、はい、今回は終了ということで。はい、まあいいんじゃないですかね。ふわっと今終わりました、ね、ところでラブさん、はい、前回なんか怖い思いした井戸、これあるじゃないですか。ありましたね、あれほんと怖かったです。これもう一回落ちたら怖いとこ行けるんですかね。あ、やってみます。いやでももう一度あそこも嫌ですよ僕あれ本当に怖かったんで。じゃあまあ見るだけにしますか。そうですね、ちょっとこのここ見るだけ見て帰りましょう。よいしょよいしょ。いやまだありましたね。ありましたねここ。いつ見てもうわ足が滑った。あーメガルさん、あちょちょちょ、ぼ僕も行くー。